そうですね。願いから生まれるのが魔法少女だとすれば、まずは呪いから生まれた存在。魔法少女が希望を振りまくように、魔女は絶望を待ち切らす。しかも、その姿は普通の人間は見えないから、立ちが悪い。不安や猜疑心、過剰な怒りや憎しみと似た風の衝動、そういう災いの種を世界にもたらしているんだ。アノミさん、その怖いものと戦ってるの？そう、命がけよ。だからあなたたちも慎重に選んだ方がいい。キューブで選ばれたあなたたちは、どんな願いでも叶えられるチャンスがある。でも、それは嫉妬となり合わせなの。即で提案なんだけど、お二人とも、しばらく私の魔女たちに付き合ってみたい？悩むな。ねえ、マドカさん。魔法少女になって公開断ったの？え？ここは、どこなの？でもね、今にして思えば、これって昔の私が夢に見ていた毎日なのかもね。何か魔法少女としての夢を受け入れた生き方が、あの頃は思っても見なかったわ。まどかさん、あけみさん、きょうこさん、さやかさん、きょうこさん誰？みんなとお茶飲む、みんなと一緒に戦う、みんなと部屋を守る。え、何を言って、ね、それってそんなに終わることなの？誰とも争わず、みんなで力を合わせて生きていく、それを祈った心は裁かれなきゃならないほど罪深いものなの？マミさん、ね、マドカ、あなたは危険と責任を引き受けられる。この世の呪いと戦える。これ何？希望を運ぶ。あなたに会いたい。一人でいちゃうなんて、それが愛。その言葉は良くないよ。私の正解は窓か。ねえ、オーラちゃん、私の最古の友達。友達。さあ、それでは今宵の夢の幕開け。おかえりなさい、窓か。